バローズこの一戦をお送りいたします。ホークスの先発は左の大関、対するバファローズの先発は左の宮城、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。左の大関マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは加納、背番号61。第9投げました、高め、ストレートは外れてボール。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、4球目空振り、タイミング合いません。次は5球目投げました、打ちました、三遊間の当たり、破った、カノ、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9カノスタート、投球ボール、キャッチャー二塁送、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投げた、ボール、投げた、空振り。第4球を投げた、ボール、外角へ。さあ投球は5球目打ちました、ライト落下点、右中間へ持っていきましたがランナー二塁に戻ります。掴みました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。中川圭太、背番号67。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。初球フォークボール空振り、初球空振りから打った、ファウルボール。第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。指名打者森、背番号4。第9打ちました、ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球打ちました、ホークス、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ボール、インコース低め。第6球を投げました、打った、抜けた、センターバックホーム、ホームイン、バファローズまずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。右バッターボックスは杉本、第9投げました、ボール、まずは高め。第2球、ボール、投げました、空振り。第4球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げた、ボール、ランナースタートを切った、打ったいい当たりだ、あっと抜けた、中継、杉本、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9ストレートはボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、インハイへ。次が4球目、投げた、直球ストライク、アウトローへ。第5球投げました、外れた、ボール。第6球をランナー自動的にスタートし、打った、ショートバウンド、一塁送球、三森うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ホークス先制点を奪われています。左の宮城マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。
1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。第1球投げました。初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げました。打ちました。第3球を投げました。打った。ファール。第4球を投げました。ボール。第5球投げた。見送ってボール。投げた。打ちました。ファールボール。次が7球目投げた。ボール。第8球を投げた。低め。空振り三振。最後は145キロストレート。バッターは2番三森。第1球投げた。打ちました。左へどんどん切れていきます。ファールボール。ボール。第3球を投げました。インコースのボール左へ、一塁へ送る。アウト。三森、いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました。外れた。ボール。投球これから2球目。打った。痛烈な当たり。取って、これで3アウト、チェンジ。宮城、上々の立ち上がりを見せています。これが進化したベースボールスタイルだ。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは紅林。第1球投げました。アウトコース。フォークは外れてボール。投球これから2球目。ボール。第3球を投げました。スライダー空振り。第4球は4球目空振り。第5球投げました。打ちました。ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番ギボ。第1球投げた。打った。ファール。初球ファールから投げた。ボール。第3球を投げた。内角。ボール。さあ4球目打ちました。ファールボール。次が5球目打ちました。中村掴んだ。中村そのままベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番若月。背番号2。第1球初球外れてボール。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げた。フォーク決まってストライク。投球これから4球目。ボール。インコース高め。第5球投げた。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった。栗原落下点に入った。取りました。これで3アウト。大関下位打線を三者凡退、0点に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、1点を追いかけます。ホークスの攻撃、先頭バッターは柳田。第1球投げました。ストレートはボール。第2球投げました。高め、外れてボール。投げました。サークルチェンジ、空振り。第4球はボール。第5球投げました。打ちました。義母下がっていった。掴みました。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは5番栗原。栗原亮也第9投げました。外角高め、直球は外れても。第2球投げた、空振り。第3球ボール。投球これから4球目。打った、抜けた。栗原ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目投げた、高め、スラーブ外れてボール。次は4球目投げた、見送ってボール。さあ投球は5球目、低め外れてボール。第6球はサークルチェンジ、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは7番中村。第9初球空振り。バムローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、ストレートはボール。投球は3球目投げました、ストライク。バッター追い込まれました。第4球はインコースボール。次は5球目投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた。中継、中村いいバッティングを見せました。ホークス同点のチャンスを迎えます。第9ボール。第2球外れたボール。第3球を投げました、アウトローへストライク。第4球は打ちました、ファール。さあ投球は5球目打ちました、ショート右、ショートこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ホークス2塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。2回の裏が終わりまして1対0です。バムローズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは加納。第9見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、いい当たり、抜けた。加納ナイスバッティングです。左バッターボックスは今宗、第1打席はライトフライに倒れています。これは楽々セーフ、盗塁を許します。先ほどのプレーです。第2球投げた、流し打ち、どうだ、レフト下がった、ヒット、加納三塁回った。中継、バファローズ1点入りました。2対0、宗タイムリーツーベース。ホークスなおもピンチが続きます。バッターは3番中川。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。2塁タッチはセーフ。第9投げた、直球見送ってストライク。投球これから2球目、内角外れてボール。投げた、見送ってボール。投げた、4球目空振り。追い込んで投げた、流し打ち、ファールボール。第6球を投げました、ボール。投球これから7球目、真ん中空振り三振。最後は149キロストレート。先ほどタイムリーを放っている森、投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打った、ファールボール。追い込んでから投げました、外れたボール。第4球を投げました、見送ってボール。
二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ、アウトコース高め、外れてボール。第6球を投げた、アウトコース高め、空振り三振。右のバッターボックスは5番杉本、今日2度目のバッターボックス。スライダー見送ってストライク。第2球投げた、変化球ストライク、低め、これで追い込みました。第3球を投げた、外角高め、ストレートは外れてボール。さあ4球目打ちました、一塁線鋭く切れていきました、ファールです。投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0バファローズリードを2点としています。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番甲斐。第9投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、アウトコース低め、ボール。投げました、ボール。第5球投げました、アウトロー、空振り三振。打順はトップに帰って佐藤。第9投げました、低めの変化球、ボール。第2球ストライク。第3球はボール、低め。次は4球目投げた、内角高め、直球は外れてボール。さあ5球目アウトコース高め、空振り。第6球を投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第7球を投げた、空振り三振、2者連続三振。左バッターボックスには三森、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました。第2球インコースのボール、左へ、レフトの左、ファール。追い込んで投げた、サークルチェンジはボール、インコースへ。次は4球目投げた、外角、スローカーブ外れてボール。次は5球目投げました、打った、ファールボール。第6球を投げました、打ちました、サード右への打球、アウト、スリーアウトチェンジ。ホークス、結局この回3人で攻撃が終わっています。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは頓宮、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打ちました、初球打ち、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番紅林、第1打席はライトフライに倒れています。投げました、外角高め、際どい球、ボール。第2球投げました、インコース高め、ストライク。第3球を投げました、打ちました、ぐーんと伸びて右に切れました、ファール。投げた、外れた、ボール。次は5球目投げた、ボール。第6球を投げた、変化球、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、初球空振り。第2球ボール。第3球を投げた、打った、大関ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。大関三者凡退、無得点に抑えています。4回の表が終わって2対0です。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは指名打者近藤。投げました、打ちました。第2球
投げました、低め外れてボール。第3球を投げました、打ちました、宮城取った、一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスは柳田、第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました、スローカーブボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げた、打った、ファール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ギボ、ボールを取る、一塁へ送る、アウト。柳田いい当たりでしたがセカンド正面、これでツーアウトランナーありません。投げた、外角低め、ボール。第2球投げた、見送ってボール。投球はこれから3球目、ストレートはボール。投げました、決まった、ストライク。ここは1球見ました。第5球投げました、打ったいい当たりだ、セカンド右、一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ホークスクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。4回までが終了しまして2対0です。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは若月、第1打席はサードフライに倒れています。初球空振り。第2球投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターはトップに帰って可能。第1球投げました、初球に送ってストライク。第2球投げた、高め際どいボール。第3球打ちました、スタンドに入りました、ファール。次は4球目投げた、打った、左中間のフライ、レフト前に出る、取りました。これで2アウトランナーありません。バッターは2番宗、これが3度目のバッターボックス。打った、ファールボール。第2球投げた、インロー空振り。追い込んでから投げた、打ちました、内野ゴロ。栗原掴んだ、一塁送球アウトです。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。大関3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって2対0です。5回の裏2点を追いかけます。ホークスの攻撃、トップバッターは増田、投げた、ストライク、村本厳しい球。第2球投げました、スラーブはボール。第3球は打ちました、宗、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウトランナーはありません。左バッターボックスには中村、これが2度目のバッターボックス。第1球投げました、ボール。第2球ボール。投球は3球目投げました、打ちました、ファール。バファローズここは引っ張りに警戒します。投げました、スローカーブ空振り。投球これから5球目ボール。次の球がラストボール。投げました、打った、ボテボテの当たりはファーストゴロ。宮城取ってアウト、これで2アウトランナーありません。第1球ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を
投げた、決まった、ストライク。少し意識しすぎたか。追い込んで投げた、打ちました、よく取った。サードから一塁送球、宗ファインプレーが光りました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。宮城最後はバックに助けられました。大関降板、右の津森、今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、初球を打ちました、ピッチャー返し、抜けた、シュインデル、いいバッティングを見せました。津森結局アウトを1つも取れずに降板。左の岡山、今日3人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げました、打ちました、ファウルボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目投げました、高速スライダー、ボール。投げました、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、中継、森ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、杉本。第2球投げた、真ん中にストライク。5球は3球目投げた、インコース、ストレートは外れてボール。次は4球目投げた、膝元、ボール。第5球投げた、決まってストライク。第6球は打った、引っ張った、入るか入るか、ダイレクトフェンスに当たった、中継、バファローズ1点入りました。杉本タイムリーツーベースヒット。ホークスなおもピンチが続きます。ノーアウトランナー二塁三塁となりまして、トング、今日は初球を打った、ピッチャー返し、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。初球外れてボール。投げた、2球目空振り。第3球はアウトロー、ボール。投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム。バファローズさらに1点追加。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ追加点を与えたくない場面でバッターは義母、今日はファーストゴロとピッチャーゴロ。第2球もう投げました、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む。バファローズさらに1点追加、5対0。バッターは9番若月、今日はサードフライとファールフライ。投げました、ストレートはボール。第2球投げました、直球ストライク。第3球を投げました、高めストライク。次が4球目投げた、低め際どい、ボール。さあ投球は5球目、アウトコース低め、外れてボール。第6球を投げた、打ちました。次が7球目、打ちました、いい当たり、抜けた、若月いいバッティングを見せました。ホークスなおもピンチが続きます。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、スプリットはボール。第3球を投げた、
打ちました。第4球を投げました。外角低め、カットボール外れてボール。投げました、打ちました。ライトへの打球ヒット、バファローズさらに1点追加。カノタイムリーツーベース、ホークスなおもピンチが続きます。バッターは2番宗、これが4度目のバッターボックス。1球目空振りから見送ってボール。第3球は3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、スリーランホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。ここで打者一巡したバッターはシュインデル。第1球投げました、見送ってストライク。第2球引っ張った、ヒットになります。打ったバッターは2塁へ向かった。シュインデル、いいバッティングを見せました。今日2本のヒットを放っている森。第1球外れた、ボール。第2球投げました、ボール。投げた、空振り。投球これから4球目、見送ってボール。第5球投げた、打った、レフトへのフライダー、掴んでこれで3アウトになります。6回の表が終わって9対0バファローズリードを9点としています。さあここは守備を変えてくるようです。ホークスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番甲斐、真ん中にストライク。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ファール。第3球1球外してボール。第4球を投げた、146キロ直球、空振り三振。打順は1番に帰って佐藤、ここまで2打席連続三振。投げた、アウトローの直球はボール。第2球投げました、打った、打球はファースト右、トング一塁キャンバス踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番三森、今日3打席目。投げました、ストライク。第2球投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、アウトロー、ストレートは外れてボール。第4球を投げました、打ちました、ギボ取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ホークスまたも三者凡退に終わりました。中盤まで終了しまして9対0です。バンド降板、マウンドに上がったのは古川、今日5人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目ストレート空振り、148キロストレート。投球これから2球目、ボール。第3球流し打ち、中村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右バッターボックスは6番トング、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、右中間へのフライ、ライトを取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番紅林、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた、ストライク。第3球は外、直球は外れてボール。次が4球目、投げた、インハイ際どい球、ボール。第5球投げた、フォーク、空振り三振。満員のペーペードーム、
ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは DH の近藤。今日はセンターライナーとピッチャーゴロ。投げました。初球スラーバー空振り。第2球、低め際どいボール。投球はこれから3球目。ボール。投球これから4球目。決まってストライク。第5球、投げました。打ったいい当たりだ。抜けた。近藤ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第9球、初球サークルチェンジ空振り。第2球ボール。第3球を投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ボール。次は5球目、打った、ファール。投球はこれから6球目。外れた、ボール。さあ7球目、打ちました。抜けた。柳田、いいバッティングを見せました。初安打。このチャンスは何とかものにしたい。第9球投げました。初球空振り。第2球投げた、打った、流し打ち、ファール。第3球インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、サークルチェンジャー、ボール。さあ投球は5球目、打った、センターへの浅いフライになった。ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。フレディ・ガルビス、背番号ゼロ。第9球投げた、ボール。さあ次の投球、アウトコース低め空振り。第3球を投げた、3球目空振り。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、打ちました。古林下がった、落下点に入りました。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。宮城降板。ここでマウンドに上がったのは曽谷。今日2番手としてマウンドに上がります。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、見送ってボール。投げました、空振り。第3球は打ちました、フラフラッと上がった。ピッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ホークスランナー1塁2塁残塁。7回の裏が終わりまして9対0です。8回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは義母。第2球投げました、ストレート空振り。第3球打ちました、センター方向に持っていきましたが佐藤掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番若月。第9球投げました、アウトコース高め、外れてボール。さあ次の投球、落とした、空振り。第3球を投げた、カットボールはボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、栗原バックしていった。栗原取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って可能。今日は3安打猛打賞。第9球投げた、ストライク。第2球投げた、ボール。
第3球を投げました。ストレートはボール。次は4球目、投げました。打った。左中間へのフライですが取りました。これで3アウト。古川この回ピシャッと3人で抑えています。8回の表が終わって9対0です。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは今宮。今日はショートゴロとサードゴロ。さあ次の投球、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第3球を投げました。外れた、ボール。さあ4球目ストライク。さあ5球目、ボール。第6球を投げました。打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第7球を投げました、空振り三振。右バッターボックスは9番甲斐。ここまで2打席連続三振。投げた、インコース低め、ストライク。いきなり150キロ。第2球投げた、高め際どい、ボール。5球は3球目、投げた、打った、ファールボール。さあ4球目、打ちました、右中間へのフライですが小田掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って佐藤。第1球、初球スラーバー空振り。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、低めの球空振り。第5球投げました、ストライク、空振り三振。曽谷三安がうなります。ホークス最後の打者は見逃し三振に倒れました。8回までが終了しまして9対0です。古川降板、右の大津、今日6人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げました、見送ってボール。第2球、流し打ち、レフト線に飛んでいますがスタンドに入りました、ファール。第3球は打ちました、追い込んで第4球を打ちました。佐藤余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからファーストの守備に入っています、ゴンザレス。低めストライク、ホークス。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、あっと引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました。ファースト落下点に入りました。一塁キャンパスの手前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者森。今日はここまで4打数2安打1三振。初球打った、三森ボールを取る、一塁送球アウト、3アウトチェンジ。大津この回きっちりと3人で抑えています。9回の表が終わって9対0です。ホークスこの先頭バッターは三森、初球から打ってった、ライト落下点に入りました。小田取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の近藤。今日はここまで3打数1安打。第2球投げた、ストレートはボール。投球はこれから3球目、アウトロー空振りから投げた、ツーシームはボール。次は5球目、打ちました、レフトへのフライになった、杉本掴みました。ここは意地を見せてほしい。バッターは4番柳田。ホークス最後のバッターになるのか。第2球投げた、マシンで捉えた、あっと弾いた、大城今拾った、アウト、ゲームセット。ホークス完敗です。ご覧のように